大筒木かぐや、この人が、あの陸道仙人の母。こやつら二人、羽衣と羽村、いや、インドラとアシュラか。違うよ母さん、やつらはナルトとサスケ、二人の転生者さ。クロゼツ、あいつ雰囲気が変わった。ようやくだよ、ようやく母を復活させ母の元に戻れた。てめえは一体何者だ。子供さ、母かぐやのね。どういうことだ。貴様らは知らないだろうが、母は封印されたのだ。その陸道仙人羽衣と弟羽村の手によってな。俺は母が封印される寸前に最後の力で産み落とされたものだ。母の復活という使命を抱いて。なんでおじいちゃんがそんなことを。封印したのは十尾だろ。お前は十尾のことを勘違いしているようだな。あれの正体は真珠だけではない、母自身でもある。何？これは羽衣すら知らぬ真実だ。そして母の復活のために俺が動いていたことも。十尾はかぐやだった。それが真実だとして、その封じられた母親を復活させるためだけにお前はマダラに近づき利用したというのか。その通りだ。まるで奴が俺を作り出したかのように思わせ、影として活動し無限つくよみへと導いた。大量のチャクラを集めることができる無限つくよみこそが母を復活させる唯一の方法だったからな。まあもっとも俺が利用したのはマダラだけではない。あらゆるものを利用させてもらった。弟アシュラに対するインドラの嫉妬心を煽り、奴の子孫ウチハ一族も俺の思うがままに操作した。人も意志も伝承も歴史も、お前は本当に全てを利用したというのか。それが俺の存在理由だから。母のいない間のすべてを記録し、その間を俺が作った。そう、つまり貴様らが歩んできた道は、忍びの物語は母が復活するための物語だったということだ。ナルト、そんなに睨んでも意味はないぞね、母さん。そうか、ずっと封印されていたからね。やっぱり子供の面影を思い出しちゃったか。けど奴らは敵だよ。母さんのチャクラを奪ったね。そう、その通りだ。お前たちが憎い。来るぞ、とんでもねえのが。ああ、羽衣、羽村、お前たちはわらわのもの。もう一度チャクラを一つにする。ナルト、分かってるな。おう、俺たちでもう一度封じ込める。やるぞ。勝手に汗が吹き出やがる。なんでチャクラしてやがんだ。まだ無比じゃない。こんな奴がいるとはな。せいぜい怯えろ。そして無様に散るがいい。攻撃の規模がすげえ。ナルト、
だ。真の実力を出していない。分かってるな。逃がさない。ごめん。アマテラス、行けるぜ。俺に考えろ。任せてくれ。消えろ。過酷性か。さっさといなくなれよ。まだまだ。行けるぜ。甘い。あとは救いしろ。甘い。シドリー、己が無力を嘆くなよい。ここはわらわの空間だ。お前たちは何もできぬ。よっと、おいおい、まさか押しているとでも思っているんじゃないのか。だったらとんだ勘違いだぞ。母はまだ実力の半分も出していない。お前に逃がさない。こうも自由自在に空間を変えるとは。母さんとお前たちとでは力が違いすぎる。逆ハーレムの術。封じるもクソも、隙を見つけるだけでも苦労するってばよ。必ず突破口はある。その瞬間を見逃すな。ぶっ飛ばす。あなたの車移住惑星螺旋手裏剣。動きが鈍った。今だ、鳴門。今だ。オビト、目が覚めたか。カカシか。俺は死んだはずじゃ。簡単に説明するよ。チャンスだよ、母さん。そうか、そんなことが。しかし、どうやってそのかぐやってのを止める。それは、俺とサスケが消えた。影分身を維持できないほどのことが本体に起こったってことだろう。そいつらはお前が手を出していいものではない。あいつ、オビト、ゾロゾロと。みんな、アマテラス、脱出するまでまだ時間がかかるな。それまで俺が奴の動きを止め。お前一人に行かせないよ。俺もやる。私もやります。少しぐらいならチャクラを分けられるし。母さん、あいつら放っておくとうざそうだ。先に消しておこうよ。
ナルトたちが氷から抜け出すまでを耐え抜く。それが今の俺にできる精一杯だ。そしてこれが俺にできる最後の償い。カカシ、サクラ、援護を頼む。死に損ないの体でチャクラもない、そんなお前に何ができる。何もできやしないのさ。何せお前は大切な人を亡くし、夢を叶えられなかった失敗だらけの間抜けだ。失敗作のお前が神の前に立つなよ。バチなんだ。俺は確かにお前の言う通り失敗を繰り返してきた。おまけに多くの過ちを犯した罪人だ。だがどんな失敗の人生でも少なからず光を見つけることはできた。それはお前なんかが気づかないたった小さな光だ。俺にとっては死んでも守らなければならない光なんだよ。クズの割によく吠えるな。すぐに潰されるくせに。クズはクズなりの考えがある。それに今なら俺を支えてくれる奴がいる。それを簡単に潰れやしない。甘え距離を取るか。お前は壁になるとは頼んだぞ。俺が壁になる。怖いな。ナルト、お前はこんな俺を再び光に戻してくれた恩人だ。サスケ、お前を闇に落とした責任は俺にもある。できるならお前にもう一度選択を与えたい。だから、お前たち二人はここで終わるべきではない。準備 OK だ。まだか、ナルト。無駄だ。死に損ないの虫けらが立ったところで結局は何もできやしないのさ。分かっている。だがそれでもやらなければならないことがあるんだよ。時間稼ぎができればいい。持ってくれ俺の体。準備 OK だ。俺が壁になる。クズを頼んだぞ。距離を取るか。逃がさない。俺が壁になる。逃がさない。よっしゃ。チッ、抜け出したか。サンキュー、オビト。こっからは俺たちもやるってばよ。死にかけの虫ってのはなんでここまでしつこいんだろうね。母さん、もうあそこでやっちゃおうよ。そうね。ここは超重力の空間か。体が重え。だが奴もかなりのチャクラを消費したようだな。大丈夫かい、母さん。さっさと終わらせてこの空間から出よう。
もはや俺に奴を倒せる力はない。だったらやるべきことは、ナルトとサスケを死んででも。守り抜くこと。ホイト、お前。カカシ、お前は当分こっちにいろ。あいつ。で、なぜ。なんて顔しやがる。俺はこれから向こうでリンと二人きりになれるんだ。お前は邪魔なんだよ、カカシ。オビト、お前にはいろいろと教えられたな。お前にはこれからまだまだ多くの苦しみがあるだろう。だがそれでもお前は変わることなく、その人道を貫き通せ。まっすぐ、自分の言葉は曲げない、だったか。それでいい。ナルト、お前は必ず、火影になれ。ああ。そして、カカシ。オビト、お前は。すぐに来るんじゃねえぞ。最後まで生きろ。なんだよカカシ、そんな顔するな。こんなクズ相手にそんな顔するなよ。なんだこの感じ。俺の内に湧き上がるこの気持ちは、そうか、俺は嬉しいのか。最後にお前と共に立てたことが。そうか、だから俺は笑っているのか。罪人の俺に慈悲の感情はいらないよ、カカシ。お前が見送ってくれれば、それで最後までありがとうな。行こう。死ぬ順番が変わるだけだっていうのに必死になって、本当にバカなやつだな。俺の友を笑うな。シャリンガンだと、どういうことだ。お前の目は奪われたはずじゃ。オビトが最後に託してくれた力だ。あのゴミ虫野郎のオビトめ、最後の最後まで邪魔を。けど大丈夫さ、母さん。あいつらなんて、わらわのものだ。ん？その力はわらわのもの。母さん、わらわのチャクラ。落ち着いて、母さん。まずい、やっぱりチャクラを消耗しすぎたんだ。母さんが正気を保てなくなっている。無駄に勝手に使いおって。これ以上わらわのチャクラを使った愚行は許さぬ。
オビト、ありがとう。お前に借りたこの力で、あいつらを、世界を守る。この力、まずは一本。離れるか。行ける。あいつ、体の割に攻撃速度が速い。ああ、目で追えないスピードではない。来ているようだな。
安心しろ。限界が近いようだ。だがさすがのやつもあれだけダメージを与えれば。え、何あれ。あれっては俺の後ろの弾か。でも大きさが違いすぎる。あれはだ、大丈夫かい、母さん。もう俺の声は届いていない。まさかこんな母さんを見ることになるとは。わらわはチャクラの層、分散したチャクラどもなどに。あ、何？上だ。落下し始めたのか。チャクラを一つに、チャクラを一つに。お前たちは死んで、そして母さんに吸収されるんだ。それがお前たちに残された終わりの道。つまるところ忍びという歴史の終わりだ。ナルト、サスケ、サクラ、奴の言う終わりの道とやらを歩く気は。これっぽっちも当然だ。忍びの歴史ってのはいろんな忍者の生き様と死に様がずっとずっと続いてる。すげえ重いもんだ。てめえらが手出していいような、そんな軽いもんじゃねえぞ。終わらせねえ。忍びの歴史は俺たちで守り抜く。忍び風情がいくら吠えようが貴様らに未来はない。消えよ。これで最後だ。やるぜサスケ、さくらちゃん。うん、行け。小さなチャクラ殿が、わらわは、わらわをなめるな。なんてさっきを。ここまで来てひるむかよ。むっ、これでどうなったのよ。遅いな、ほべ。首を取ら。残された時間は少ない。防御より攻撃、攻めるわよ。おしぶとい、なかなか倒れねえ。話す暇があったら奴を攻撃しろ。もう残された時間は少ないんだぞ。どうかさ、遅いな。急いで、もう黒いのが目の前に。分かってる。時間がねえ。もう攻めて攻めて攻めまくるしかねえってばよ。これで始末。頑張って。お待たせ。どこにこんな力を。てめえは俺たちを甘く見すぎなんだよ。どうだったらいいじゃねえぞ。よっと、頑張って。どうだったわよ。頑張って。さっさと呼べ。あとの車、移住惑星螺旋手裏剣。ああ
まらん。ナルト、準備はいいな。ああ祖であるわらわがこのような分散したチャクラどもに敗れるとは。なんていうのかな、お前らの第一印象は嫌いだ。今のお前らは大好きだ。行くぞ行くぞ、チマルテンス。しかしゃ、自由の身か。えらく時間かけやがって。悪い、でもこれで全部終わりだって。めでたしめでたしな雰囲気になってるけど、私たちってどうやって帰るのよ。あ、そういえば安心しろ、このことに気づいた陸道の力で戻してもらえる。4人とも無事なようだな。陸道のおじいちゃん、これってば。っていうか、なんでここにいるんだ。あの精神空間で2人のチャクラを少し借りていたのだ。その力を使い、しばし現世に戻らせてもらった。お前たちをここに戻す必要があったからな、ナルト、サスケ、そしてサクラとカカシ。よくぞ世界を救ってくれた。ここにいる誰一人欠けても母を封じることはできなかっただろう。特にナルトにサスケ、お前たちが揃わなければ母を封じるどころか戦うことすら叶わなかった。これからも。おじいちゃん、それ以上は何も言わなくてもいいってばよ。そうか、よし。ではこれからのことはお前たちに任せることとし、わしたちはそろそろ去るとしよう。これより
江戸天聖を下実する。共に戦った者であってもいつまでもここに残すわけにはいかん。光が先ほど仙人様に言った言葉信じておるぞ。この葉隠れを任界を頼む。わしらがやるべきことはもう何もない。猿の言うようにあとは後の者どもに託すとしよう。マダラ、行くのか。ああ、お前も共にな。結局俺の夢はついえた。お前の夢もつながっている。急ぎすぎたがマダラ、俺たちの代で夢を完成させる必要はなかったのだ。いかに後ろをついてきて託せるものを育てるか、それが大切だった。いずれにせよ俺たちはもう死ぬ。次はあっちで杯を交わすとしようぞ。戦友としてな。ナルト。父ちゃん。消える前にお前に言っとかなきゃって思ったんだ。誕生日おめでとう。あサンキュー。ほんの少しの間だったけど、お前が立派に成長してくれていることよくわかった。クシナにいろいろ伝えておくよ。お、俺ってばちゃんと飯食ってっから大丈夫だって言ってくれ。好き嫌いしねえでいろいろ食べてんだ。風呂もほぼ毎日入ってるし、たまに木の葉の温泉に行くし、みんなにはカラスの行水とかなんとか言われてっけど、それに友達はいっぱいできたんだ。みんないいやつなんだ。それからとにかく母ちゃんの言ったこと全部うまくいってねえけど、そこそこ頑張ってんだ。夢だってちゃんとある。俺ってば父ちゃんを越すほかげになる。絶対なるからな。あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。俺のことは全然心配なんかすんなって、しっかりやってんだって。わかった。全部しっかり伝えておくよ。かくして多くの命と甚大な破壊をもたらした第四次任界大戦は終結した。光となり去った者、残されし者、おのおのの思いが新たなるつながりを生み、忍びの歴史は再び動き出そうとしていた。